日本のダム湖百選に選ばれ、桜と紅葉、バードウォッチングなど、豊かな自然を楽しめる多摩湖。重厚なデザインの取水塔は、湖のシンボルとして親しまれています。そんな多摩湖は、自然に作られた湖ではなく、大正から昭和の初めに作られた人造湖です。今回は、多摩湖とはどんな湖なのか、一緒に探っていきましょう。東村山、新岩崎、多摩湖、でおなじみの多摩湖。実は、正式名称を村山上下貯水池、といい、アースダム形式の貯水池です。アースダムとは簡単に言うと、土を盛り、締め固めて作ったダムのこと。多摩湖は、西側の村山上貯水池と、東側の村山下貯水池に分かれており、東京都と埼玉県にまたがる狭山丘陵の地形を利用して作られました。お隣には同じく人造湖の狭山湖山口貯水池があります。両者は連絡管で繋がっているので、一体運用されています。今回は、特に多摩湖に焦点を当てて解説していきます。普通ダムは川の流れをせき止めて、水を貯めています。しかし、多摩湖には流入する河川がほとんどありません。では、多摩湖の水はどこから来るのでしょうか？それは、多摩川です。江戸時代の初め、江戸城下の発展による水不足に対応するため、多摩川上水と呼ばれる上水路が作られました。多摩川の水を、東京都の西部にある羽村市水石から取り込み、その水を 43km にわたって江戸まで届けていたのです。現在、その羽村市水石から多摩川上水を、数百メートル下ったところに、第三水門があります。この水門から、多摩湖や狭山湖へ、導水管が繋がっており、水が送られています。では、多摩湖に溜まった水はその後どこへ流れていくのでしょうか？取水塔から取り込まれた水は、東村山浄水場や、武蔵野市の、境浄水場へと送られています。その後、多くの家庭へと水が届けられるのです。改めて、図を使って説明すると、羽村市水石やその上流の、小作市水石から狭山湖や多摩湖に、導水管を通って、水が送られ、貯水された後は、東村山浄水場や、境浄水場へと供給されます。ちなみに、多摩湖から境浄水場へ至る導水管の上は、歩行者と自転車の専用道となっており、10km 以上も直線の道路が続いています。明治から大正にかけて、都心部では人口が急増し、水源の早急な拡張が必要になりました。当時、江戸時代に作られた多摩川浄水や、明治になって整備された近代的な浄水場である淀橋浄水場が、今の新宿副都心のビル群が立つ場所にありましたが、より多く、そして安定的に水を供給できるダムの建設が求められました。そこで、地形がダムに適した、多摩北部の狭山丘陵に貯水池が建設されることになります。多摩湖の建設は、大正5年1916年に着工しました。多摩湖や狭山湖の工事をするにあたっては、資材や砂利を運搬するための軽便鉄道が作られました。軽便鉄道とは、通常の鉄道よりも線路の幅を狭くするなどして、安価に建設された鉄道です。まず1920年に川越鉄道現在の西武線の東村山駅から多摩湖まで、東京市軽便鉄道が開通。翌年には、羽村市水石から多摩湖まで鉄道が開通します。後に、狭山湖かっこ山口貯水池まで敷設し直され、羽村山口軽便鉄道として狭山湖まで資材や砂利を運搬していました。どちらも貯水池が完成された後は、線路が剥がされ、廃線となりました。ただいまでも、羽村山口軽便鉄道の廃線跡の一部が、野山北公園自転車道として整備され、鉄道が通ったトンネルも残されています。さて当時の工事には、現代のような重機はなく、ツルハシやシャベルに頼る工事でした。そのため多摩湖の建設工事は大幅に遅れ、水不足が再び大きな問題になります。そこで、さらに隣に狭山湖が新設されることになりました。多摩湖は、完成までに約10年かかります。そんな多摩湖は、前述した通り、アースダムです。土を持って、締め固めて作り、要所にはコンクリートを用いました。土を使って作られているため、ダムの幅は広く、断面は傾斜の緩やかな三角形になっています。多摩湖は、東京の近代的な水道システムを作り上げた施設の一つと言えます。多摩湖の正式名称は、先ほど説明した通り村山上下貯水池です。しかし、多くの人が村山貯水池ではなく、愛称である多摩湖と呼んでいます。いつから、そう呼ばれるようになったのでしょうか？それには、西武鉄道が関係しています。実は昔、多摩湖を狭山湖と呼び、狭山湖を多摩湖と呼んでいました。それは、多摩湖の近くに狭山公園があることと、狭山湖が多摩川から水を引き入れていることに由来します。しかしその後、西武鉄道が多摩湖周辺を観光開発しようとする際に、親しみやすい愛称をつけようという流れになり、現在のように多摩湖と呼ばれるようになったといいます。
多摩湖周辺は大正から昭和にかけての一連の観光開発によって西武多摩湖線、西武山口線、西武狭山線、西武沿線が開業します。また、遊園地といった娯楽施設、屋内型スキー場や野球場などができ、多くの行楽客で賑わうようになりました。多摩湖の観光や鉄道の開発が気になる方は、関連する動画がアップロードされておりますので、そちらをご覧ください。これは、現在の多摩湖周辺の地図です。中央に多摩湖、北西に狭山湖が見えます。では、この周辺の明治41年1908年頃の様子を見てみましょう。狭山丘陵の谷筋に集落が広がっています。当時、多摩湖に沈んだ地域には約160戸の家々がありました。中央を流れる川に沿って水田が営まれ、周囲には畑が広がっていたといいます。村人は農業だけでなく、養蚕や製茶をしながら生計を立てていました。実は、多摩湖建設に際して反対する声は少なかったといいます。ろくな収入もないこの時代、土地代や移転料がもらえることもあって、喜ぶ人すらいたそうです。やがて、住民の大半が慣れ親しんだ土地を離れ、狭山丘陵の南側に移り住みました。その後、村は貯水池に沈みます。多摩湖のシンボルといえばこの第一止水塔。これは、大正時代に建てられたネオルネッサンス様式の止水塔です。ドーム屋根に、タイル張りの外壁が印象的で、日本で一番美しい止水塔と言われています。この止水塔は、多摩湖から必要な量を導水管などに放流するという役割を担っています。この止水塔、実際の高さは約30メートルほどあり、7、8階建てのビルと同じくらいの高さです。湖に沈んでいる部分には、水を取り込むための複数の止水口があり、湖面の高さが上下しても水を放流できるような仕組みになっています。最後に、狭山湖の建設によって消滅してしまった集落について解説します。これは、明治41年1908年頃の地図です。ダムによって、この昇楽寺村と山口村の一部が、湖の底に沈むことになりました。約282戸、計1720人の人々が暮らしていたといいます。主に農業を営んでいましたが、副業として織物を行う家が多く、織物業を家業としていた家もあったそうです。そうしたことから、この地域は所沢かすりかっこかすりと呼ばれる織物の生産の一大拠点でした。長い間継承され、明治中期に最盛期を迎えますが、洋服への転換等で次第に衰退していきます。そして、ダムの建設に伴って移転した住民は、織物を継承することもなく、ついに所沢かすりは消滅してしまいます。さて、都心部の水需要の急増に伴って、建設された多摩湖。そんな多摩湖がどんな湖なのか、わかっていただけましたでしょうか？ぜひ皆さんも一度、多摩湖へ訪れてみてはいかがでしょうか？多摩交通局では、多摩地域に関する交通や地理の動画を投稿しています。ぜひ、そちらもご覧ください。では、また。